FM802 アップビート FM802 アップビートスーパービーバー渋谷龍太にインタビューの時間でございます。今回はですねアップビートとエンタメ特化型情報メディアスパイスとの連動企画となっております。で今日はインタビューなので、V アンこと渋谷さんお一人の登場で全員をお迎えしてのトークの模様はスパイスの方にこの後アップされるという形の連動企画となります。さあそれではもうみんな待ってるし早速登場いただきましょう。スーパービーバーのボーカル渋谷龍太さんです。こんにちは。こんにちは。お世話になります。お久しぶりだね。いやご無沙汰しておりますね。いやでもね配信めっちゃ見てるから私ありがとうございます。嬉しい。片野さんは元気ですか？うん元気元気。今どちらですか？自宅にいます。そう最近ね自宅が公開されることが増えてきましたけど、うん、あの感動のメジャー再契約という発表があったのも、はい、その場所でしたね。そうですね。うん、本当に ずっとこの場所ですねこの1ヶ月間そうだね。あの時はでも私も見てましたけど配信ありがとうございます。どんな気持ちであの日を迎えてました？そうですねまあそもそもは悔しかったですね最初は、うんうんうん、まあ配信で発表っていう、自分たちが思っていた中では最も規模が小さい発表の仕方になってしまいましてでなんかこうまあらしいっちゃらしいんですけどね俺たちらしいなと思いつつももっと直接顔を見てドーンと発表できたら嬉しいなと思ったんですけど、うん、こんな形になっちゃったなっていうのはすごく残念だとは思ってたんですが自分たちのことで喜んでくれたりとか、うんうん、思ってくれてる人がこれだけたくさんいるんだっていうのを改めて実感できたきっかけになったので、うん、あれはあれで良かったのかなって思ってます。でまあ、ただそのメジャーに行くっていうとすごく大きく形が変わっちゃうんじゃないかなって思われる人もおそらくたくさんその時にはいるのかなって思ってたんですけど、ねうんまあ、自分たちとしては、うん今までみたいに自分たちが主体となって人とつながっていくっていうスタンスは一切崩す気はないですし、うんうん、ある意味でもう何にも変わらねえじゃんと、うんうん、ただメジャーに行ったからできることこれだけ増えたんだねっていうようなうん、そういう変化を自分たちのスタンスの中での変わらない部分と、うん、メジャーに行ったからできることみたいなのっていうのを、うん、両方、まあ、打ち出せていけたら面白いかなとは思ってますね。だから本当に強力なサポートと底上げ体制をさらにもらうみたいな、うん、そうですもう、ね、まさしくその通りです感覚かな。そうそうだからここまで本当にブレずに活動してきたバンドっていうことを、うん、それこそあの配信見てた発表だった時見てたみんなは知ってるから。そうですね、うん、知ってるから単純に私は、うん、うわなんかすごい力を得たぞみたいな、 なんかパワーが増えたぞみたいな感覚で受け止めました、はい、あもうねすごく嬉しいです、うん、でもやっぱりおめでとうみたいな、ね、言葉がコメントがすごいあって私もあれ見てちょっと泣きそうになった。そうなんですよ。それがねすごくやっぱ嬉しかったですね。ねうん、そしてですね、はい、メジャーレーベルソニーミュージックレコーズからじゃあ今週リリースになるそのシングルをお送りしようと思うんですけれども、はい、もう番組でもねたくさんお送りしてる曲なんですけど、はい、この曲はね、うん、もうこのタイミングだって思って書いて作ってたの？メジャー一発目だからこういう曲にしようではないですね、うん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 、順序的にはあの曲がいくつもあって、うん、でその中でこのタイミングで打ち出すんならこれがいいんじゃないのかなっていうような感じですね。そのメジャー一発目だよしっていうまあもちろんそれは気合とか気概っていうのはありますけども曲はそれに寄せたわけではないですね、うん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 、だってそうだよね、うん、常に真で言ってきたことだもんね。こういうことってさ、ね、いいか悪いか何も変わらないんですよそうなんか、うん、あビーバーだわって。でもさらに本当にこうこの先今までのねたくさんのハイライトを持って、うん、次に連れてってくれるんだもっとすごいの見せてくれるんだっていう、うん、ワクワクしかない。もうああもうねそうやって期待していただけるのが一番原動力になります僕らの
ね、じゃあその曲をお送りしようと思います、はい、これはじゃあせっかくなので、はい、渋谷くんからハイライト紹介してもらってもいいですか。いいですか。こちら紹介させていただきます、はい、我々スーパービバー6月10日発売になります。新しいシングルです。スーパービバーでハイライト。ハイライトをお送りいたしました。 FM802 アップビート、今日は自宅にいらっしゃるスーパービバーボーカルブーヤンこと渋谷龍太さんにインタビューしております。ぶっちゃけ、はい、家にいる時何してることが多いんですか。家にいる時ですか。うん、あのね、音楽作ったり、うん、あとは文章を書いたり、うん、あとね、絵描いたりしてますね、うん、あの5月から始めてることなんですけど、あの左手日記っていうのやってまして。左手日記、はい、あ、ブログじゃなくて左手日記。左手日記っていうのをすごく、うんうん、あのすごくミニマムな世界でやってまして、うんうんうん、あの毎日自分の左手の絵を1枚描くっていう超ミニマムだなそれをね今やってます。でもさ、手ってさすごい難しいんだよね、はい、手って難しいんですよ。うん、でそれ慣れてくるまで時間かかったんですけどね、2週間書いてたらね割となんか書けるようになってきましたね、うん、え、それあ展覧会はいつの予定なんですか。いや、ないですよ。え、見たいですか左手の絵ばっかりずらっと並んでるのあ、じゃあせめてライブ会場で展示会とかねあるんじゃないですかね。配りましょう、ばらまきましょう、ビラみたいにもったいないよまあ、今はね渋谷くんが部屋に一人だけ誰もいないということで、はい、ちょっとこっそり、うん、メンバー3人それぞれの、うん、こっそりよ、はい、好きなところをちょっと教えてください、そんな大きくえって言う。だって15年一緒にいるやつのだから言うんじゃん。好きなところをこうやって改めて聞かれたら、うん、ってなりますよ。15年一緒にいるからさ、せっかくだからさ柳は、うん、好きなところ、いいと好きなところですか。うん、そう、自分が思うにですけど、うん、バンドメンバー唯一の天才だと思ってます。うん、天才肌。天才肌、うん、少しだけ属性が違うような感じはしてますね。ああ、なるほど、うん、で、やっぱそれだからこそ見える視点っていうのがすごく多いので、それは話してて面白いなっていう、うんうんうん、そこが彼の好きなところ。不思議な 感覚だなみたいな。なるほど、うんうんうん、面白いな、うん、じゃあリーダーは上杉くんは。上杉はやっぱりマイウェイ貫き続けられるとこじゃないですかね。うーん、うん、さっき言った柳のも上杉のもいい面も悪い面もあるとは思うんですけど、あ、うん、でもやっぱこういう昨今ですし、その、まあ、空気読んだ方がうまくいくだろうみたいなことすごく多い中、うんうん、まあ柳さんも上杉も天才派だと、うん、マイウェイっていうのは読まないのか読めないのか分かんないですけどちゃんと進んでる感じはするので、心強いよね。なんかそうですね、うん、ね、近くにいてくれるの絶対僕にはないものなので、はい、藤原くんは。藤原はね、僕が思うに努力家ですね。ことさら、なんかこういう裏側を喋るのはちょっとこっぱずかしいんですけど、そのバンドに対する姿勢であったりとか、あとはまあ個人の練習量ですか、うんうんうん、僕絶対誰にも負けないと思ってたんですよ。うんうん、絶対自分が一番ライブのことも考えてるし、音楽家としての考える時間が一番長いし、練習も一番してると思ったんですけど、うんうん、最近ね藤原に関してはね、練習量もしかしたら藤原の方がしてるかもって思う瞬間があります。へー、いやでも本当にこの個々が際立つ4人です。今未来への見晴らしはいい感じですね。そうですね、ちょっとどうなるかわからないですけど、わからない、まあ本当に
なるようにしかならないっていうのは思ってることなので、うんうん、目の前に置かれた状況で全力で真剣に取り組んで真剣に楽しむっていうのは今後も変わらないとは思ってるんで、うん、明るいですね、うん、そうそうなの、なんかちゃんと明るく持ってそして明るい方にちゃんと行きたいなって80にもみんな思ってます。80にはね、うん、なんか大丈夫な気がする。なんで？え、だってみんな優しいしこれね、優しいってすごく大事だと思うんですよね。うん、なんか想像力ののりしろみたいな気はしてますし、優しさっていい言葉だねそれね。だって言ったら人のことなんて本当は全然理解なんかできてないわけじゃないですか、うん、でどんな風に思ってるのかなって想像でしかない気はしてるんですよ、うん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 、ただその想像しながらこの人こんなことしたら喜んでくれるんじゃないかなとか、うん、そういうことを思う部分っていうのが愛情だったり優しさだったりすると思ってるんですけど、80にはやっぱねそこをすごくたくさん僕らは受けてきてるので、まあ、たくさんもらってるから返したいんだけどね。ありがとうございます。だからこれからも本当にまたよろしくお願いします、はい、こちらこそです。本当によろしくお願いします。今回はねゆっくりおしゃべりできてよかった。じゃあ最後にもう一曲、はい、今週リリースとなるシングルから一人で生きていたならばを聞いて今日はお別れしようと思います、はい、じゃあまた顔つき合わせて会える日を楽しみに、はい、近々近々 ね本当だよね、うん、本当だよ、はい、近い将来、うん、会いましょう。待っております、スーパービーバーからブーヤンこと渋谷裕太さんゲストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。一人で生きていたならば。